塩、あ、塩は開けてるから塩かな。落ち着くなってる。まあなんか忘れてない。あ、そうか。これは本体につけて運ぶから。自由自在。はい、皆さんこんにちは、再び、星野源さんでございます。今回はですね、今回もですね、はい、新しいものを買ってしまいました。もう手前に箱がありますね。もうここにもう写真もありますので、大体お分かりというか、まあタイトルからしてお分かりなんですけども、新しい赤道儀を買ってしまいました。まあこの赤道儀、まあこれまでですね、 ZWO の後ろに見えてますけども、 FF130 イフリートさんも買ってしまったりとか、あるいはASI2600MC デュオ、これを買ってしまったりとかですね、どん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 自分の機材が赤くなっていくのが、分かってしまってるんですけども、赤道儀の方も手を出してしまいました。で、これもまあいろいろ理由はあってですね、まあ今まで赤道儀を何台も買ってきてはいるんですけども、自分の家の庭で撮影してる時に使ってるのが EM200、 高橋の EM200 という赤道儀なんで、コンピューターからのオートガイドの制御は直接はできないと。例えばこちらの ASI2600MC デュオ、それでガイド信号を赤道儀に伝えてやるとしようとすると、オートガイド端子がついてません。ですので、コンピューターから赤道儀を制御しないといけないと。そうすると今使っている EM200 では赤道儀への制御はできないので、新しい赤道儀が欲しいなと。じゃあ何を買おうかと。ここ1年ぐらいのですね、非常に大きな問題でした。で、最終的にこの AM5 の N ですね、新しいニューバージョンを買ったわけなんですけども、まあこれと比べるのでいろいろありましたけども、まあこの AM5 がこの7月ですかね、新しいバージョンになっていろいろ仕様が変わって、これはもうこれにいっちゃえと。今買える赤道儀を買わずしてどうすると。幸せは買えないけど、金で赤道儀は買えるということですね。まあ、いろいろありますけど、あとは梅雨時ですので、某菌ですね、いわゆるポチリヌス菌というのが、繁殖してしまいまして、まあ、これで皆さんいろんなものを買ってしまうというのがありますけども、私もしっかり、感染したと言っていいかもしれません。 EM200 を主に使ってるというのと、もう一つですね、まあ庭で撮るときに EM200 の重たいものを無理に持っていかなくても、軽い赤道儀を前持ってるじゃないかと、いうのが実際、ここにありますアイオプトロンの、CM25EC、SEM って呼んでますけども、 SEM25EC さん、これの重量がですね、赤道儀本体で5キロ、非常に軽い割には耐荷重は12キロあるということで、これでいいじゃねえかという話もあるんですけども、これで先日オートガイドを使って撮ってみると、どうもエンコーダーがちょっと邪魔をして細かい制御を非常にやりにくいと、とかですね、まあこのマウントが実はちょっと違ってて、でこれの付け替えもちょっとめんどくさいというのもあって、もうビクセン形式に統一したいと、まあ、その辺はこれちょっと違うじゃないかというのもあるんですけども、まあ、そこはおいおい、後で説明いたします。あとはなんだ、あとは耐荷重ですね。でこれはまあ、マックス12キロまでいけるんですけども、実行面ではまあ10キロマックスかなと。リチャードですね、リッチクレチャーの20センチを乗せるので、まあギリギリいっぱいかなというイメージではあるんですけども、こちらだとどこまで本当かは分かんないですけど、20キロまではいけると。バランスウェイトなしでもったのが15キロまでいけますよと。数字上はギガント30センチカーボンを乗せられなくもないと。まあ実行面では乗せるのはちょっと危険な気配はしますけども、ということで、ここにあります。これは実はもうですね、開封はしてあります。ですので今回初めてのアンボックスという形ではないんですけども、まあそこら辺はサクサク開封すると。塩は開けてからにしようか。はい、それでは開けていきます。いきますよ。まあそんなに、これ購入はですね、実はまた今回も共栄東京さんから購入させていただきました。電車で持ち帰ってきております。そんなに重たくないですね。まあ耐荷重それこそ20キロの赤道儀を電車で持って帰れると、まあいい時代になりましたね。外側だから段ボールになって、この ZWO の段ボールで持って帰りました。で中を開けると化粧箱が入っております。で、ね、もう立派な化粧箱ですね。
もうサクサク開けていきましょう。そんなに、まあ、価格がですね、約35万円ほどということで安くはない、この中にですね、もうケースが入っております。日本の、まあ、赤道儀だって、まあ、発泡スチロールの中にくるまれているか、あるいは、まあ、海外のものでも立派ななんかこうアルミのケースっぽいのが入っているというのはありますけども、それがいいかどうかというのはちょっとね、それよりももうちょっと実用的にこう普段運べるソフトケース的なものがいいよという話で、シースターとかですね、ZW のこの AM5 はそのまま使えるケースになっているというので割と好評なんですが、今回のケースはどうでしょうということで、こんな感じでございます。取っ手がついておりますね。取っ手の部分は赤くてで、ちゃんと持てますよという感じなんですが、ただ材質がですね、まあ、ウレタン、発泡ウレタンですね、いわゆるちょっと丈夫な発泡スチロールという感じで、これを常用的に使うにはちょっと無理があるかなと、まあ、普段使いと言えるかどうかわかんないですけども、かなり使いやすいケースになってるとは思います。でこれはこの面をパチパチと開けてやるとオープンとなります。でここのところテープで留めてあるだけで、入っているのが、まあ、赤道儀本体この形で入っていて、コントローラーですね、まあ、スティックタイプのコントローラー、今後こういうのが主流になっていくのかな。これに Wi-Fi が入ってまして、まあ、各種 Wi-Fi の許可と赤道儀変わってもこれでいけるというのもあるので、多分別になってる、別体になってる、もうこっちに Wi-Fi が入ってるという形になってるとは思います。それはコントローラーのケーブルですね。こちらが USB AB タイプの USB ケーブルで、それとは別に入っているのが、まあ、今回ですね、USB-C のコネクタがつきましたので、 USBAC、A タイプ、C タイプのコネクタ、こっちの C タイプは90度折れ曲がっている形でのケーブルがですね、ついております。本体を出しますけども、本体重量が今回、つまり今までは 5.0kg、5kg だったのが 5.5kg に増えています。まあ、ペットボトル1本分増えていると考えるとちょっと重いのかなという気はしますけども、ちょっとね、重みがあります。ずっしりきますね。まあでも持てなくはない、持ち手さえしっかりすれば片手で十分持てますよという重量、この重量で、まあ、耐荷重がしっかりしているのが非常にいいですね。ちょっとこれ、整理しますね。これのものを見ながら少し紹介していきますけども、まあ、M5 こちら京江東京さんのホームページで、まあ、特徴と、まあ、簡単な旧 AM5 と AM5N ですね、新しい AM5 との違いをちょっとずつ説明、していこうかなと思います。赤道儀専用ストレームウェーブギアと、まあ、いわゆる波動歯車ですね。ハーモニックドライブは、まあ、商標ですので、まあ、ハーモニックドライブではないと、まあ、同じタイプのストレームウェーブギアで、非常に強力でバックラッシュがなくて、耐荷重が大きいと、トルクがありますよというのが特徴のものを赤儀設計に使ってますと。 ZWO さんの特に特徴なのは、その専用のですね、これまあマーク ZW が入ってますけど、専用のモーターをどうも使ってるらしいです。特に大きいのがピリオディックモーションが非常に小さいと。で今回ですね、ピリオディックモーションが10秒角以内であることが保証されていますと。プラマイ10秒ですね。で今までのこうウォームギアタイプの赤道儀でも、プラマイ10秒のピリオディックモーションっていうと、そんなにいいというわけではないんですけども、まあまあ悪くはない。すごいのはですね、ピリオディックモーションの全周測定結果がついてきてるんですね。でこれを見るとですね、今回、まあ、ちょっと私もびっくりしたんですけども、その幅がこういうふうに、まあ、360度回して出すと、そのピリオディックモーションは幅が変わりますよと。ただその幅がですね、グラフの幅がプラマイ5秒なんですね。性能保証はプラマイ10秒なんですけども、実測してみるとプラマイ5秒ぐらいに収まりますよというのが実際だと。ちょっと待って、プラマイ5秒のピリオディックモーションの赤道儀っていうとなると、かなりいいものの部類になります。ノータッチガイドで結構なものはそれでいけてしまうというものになるような赤道儀になるんですね。今回だからプラマイ20秒からプラマイ10秒で、実行面では個体差も当然あるんで当たり外れあるかもしれないですけども、これまでの AM5 のこういろんな人の測定結果を見ると、
どうもプラマイ20秒が、保証範囲なんだけど、実行面ではプラマイ10秒で、今回はプラマイ10秒が保証で、実行面ではプラマイ5秒の性能が出てるんじゃないかと、まだ私もこれ測ってないですけど出てるんじゃないかということで、結構いい赤道儀に変わってきております。まあ、これはおそらく今回モーターをですね違うものに変えてきてるので、まあ重量も増えてるとかいうのがあるんだと思うんですけども、結構いいものになってると思ってます。ちょっと時間取りますで、重さが 5.5 キロと、まあ、今まで5キロだったら 5.5 キロ、まあでも、今までのこちらのアイオプトロの赤道儀とあんま変わらない重量ですので、さらにバランスウェイトがなくても耐えてることができてしまう、耐えてることができてしまうということで、すごいですね。でこれ見ると、写真見るとこちらの FF130 がまあ12キロぐらいトータルであるんですけども、それにカメラ1キロ乗せてもバランスウェイトなしで運用できますよ的な表現をしてあるんですね。ほんまかという気はしますけども、かなり自信を持ってるんじゃないかという気はします。まあ屈折だから、まあその不動点からの距離は短く、重心位置が短いというのもありますけども、まあここのアリミゾはですね、デュアルアリミゾですね、要はビクセンタイプのものとロスマンディタイプのどっちもいけますよと、スライド式のバーで、開け閉めできますよという形ですね。でここにあの望遠鏡のマークがあるんですけども、これなんだろうと、ここに、まあ、これはただのマークかなと思ったんですけど、そうじゃなくてゼロポジションの関係で鏡頭の先端をこっちに向けてくれと、こっちがゼロポジションですよという意味でこれ鏡頭マークを書いてるそうです。どうやら、変わったところがいくつかあって、そこをじゃあちょっと説明していきましょうか。はい、それでは、変わった点ですね、旧 AM5 と今回の AM5N どこが変わってきたか少し簡単に説明しておきますけども、まずですねちょっといろいろあるので先にそこからいきます。そこかという話はありますけども、そこがですね今まではほぼ真っ平らでした。で、3つの穴があって、ここに M6 のネジがですね、これも来た時にこの M6 のネジは3つ入ってるんですが、入ってるのと真ん中に8分の3のネジ穴があるという状態なんですけども、今回、他にもですねいっぱいなんか穴があります。まあ、これは水平微動ですね、今までは水平微動をするときはネジを緩めて水平微動をやって、その後ネジを締めなきゃいけない、今回それがなくなって、その代わりに、テンション調整用のネジとここにスプリングが入ってるという、このスプリングがですねどうなんか調整できるのかどうか私も分かんないんですけども、でそういう構造になってるんで、ちょっといろいろそこから見えるような形になっております。まあ、その分ですねこの横ですね、今まではここに水平微動をした時にロック用のネジが左右にあったんですけども、それがなくなっております。で代わりにここに隙間ができたので、ここに上下、粗動用のロックを解除するための六角レンチが内蔵されるようになって、こう磁石で止まると、磁石になってるというのがここにあるという話ですね。でなんでこのネジを先に取ったかというと、こういうふうにこう置きたいからです。はい、ごめんなさい。 AM5 の今までの古いタイプだと、ここにネジ穴が2つあってですね、ここにファインダーダイザーをつけられるようになったと、なっていたと。ただここにエーサーエアをつけて実際回してみると引っかかるとかですね、いろいろ問題があったみたいで、もうここのネジ穴自体がなくなりました。でファインダーダイザーもついてこないと。でファインダーダイザーはこっちにネジ穴があって、まあこれは前のもあったみたいですけども、でここにファインダーダイザーをつけてくれと。ただファインダーダイザーは別売りで買ってねということで、個人的にはちょっと残念。あとはですね Bluetooth が使えるようになったと。これ単体では Wi-Fi は使えなくて、このコントローラーを接続しないといけないんですけども、おそらくこれを忘れても単体で Bluetooth が使えるという話です。Bluetooth のランプと Bluetooth のボタンがここに、ついてまして、電源を入れると Bluetooth のランプがつくと、でスマホ側で Bluetooth コネクトするとランプが消えるという形で、Bluetooth で実際に制御ができると。私もこれ実はやってみたんですけども、 Bluetooth でセーザーソフトから AM5 コントロールできると、なかなかスムーズにコントロールできて、まあ、Wi-Fi 無理に使わなくてもという形でいい感じでした。そうですね、外観で大きく変わったところは、
あ、こっち側ですね、ちょっと見にくいですけども、このアルミ溝台座にですね、12V の DC12V の出力がついております。で、今まではこっち側についてたんですけども、これだと設計体になりますんで、石体ぐるぐる回るとコードによっては引っかかってしまうと、絡まってしまうと。もうこの石体についてれば、まあ、鏡頭ともう大体一体になってますんで、うまくそのワイヤリングしてやれば、どっか引っかかることはほとんどないですよと、便利になってます。で、内部接続は別にロータリー接点とかではなくて、ケーブルというか、まあ、電線みたいです。で、ここに基板がちょっと小さいのが入ってて、この USB-C とこの 12V に接続されていると。で、この4つのですね、ここね、ボルトを、M6 ボルトを取ってやれば、アルミ溝はこれ取れて、で、そのケーブルさえ、ちゃんとやれば、別のものをつけることも可能らしいですけども、まあ、ここに USB-C のコネクタと、12V のコネクタがついてますね。これ便利に使えば、かなりとケーブリングは楽になるんじゃないかという感じですね。あとはこの辺の絵ですね、絵とかこのコネクタ類はその Bluetooth 以外はほぼ同じと。で、あとは何が違うんだっけ、ちょっとだけ変わったところの一つにですね、コードメモリがあります。今まではコードメモリはこっちについていたと。で、この中のネジとこの表の表示を読まないといけなかったんで、ちょっと読みにくかったらしいんですけども、今回は後ろについてます。ですので、この矢印と合わせればいいので、非常に見やすくなっていると。で、どこまで本当かわからないんですけども、なんか、ここが5度ごとに、ついてるんですけども、1回転で何度かあるんだ?ごめんなさい、ちょっと忘れました。2回転で5度ぐらい回ると。1回転 2.5 度ぐらい。まあ、実際 Acer Air で極軸をセッティングするときに何度ずれてますよというときにどれぐらい回せばいいというのを覚えておくと非常に便利になるという話があります。まあ、このコード調整でしっかり合わせて、あとは極軸を、ね、どうするかという問題はついて回るんですけど、今のところ Acer Air でしっかりするしかないんですが、ざっくり合わせたいと。ざっくり北極星に合わせて、その細かいところは、まあ、Acer Airとこの極軸設定でやるんです。ボールマスターとかでやるんですけども、いいところまで追い込んでおきたいというので、極軸攻撃は全くついてないというのは、まあ、個人的にはちょっと苦労しそうな気配はするんですけども、あとは、まあ、4面でなんとかちょっとやってみます。やってみます。はい。あとはですね、外観的には、なんか私自身はチェックしてないんですけども、この辺の形状が微妙に違うとかですね、厚みが違うとか、ここの極軸の高さを決めるところのこの金属の厚みが違うとかですね、ここの水平台座の厚みとか形状が微妙に違うとかですね、まあ、その辺が実際にはあるみたいです。コストダウンとかその微妙な形状の違いをどうもちょっとずつやってるみたいで、まあ、すごいな ZWO という感じですけども、極軸の垂直微動のこれをこう落とした時に、下に当たらないと、なんかこれがすごい便利になったという人もいるみたいなんで、これをちょっとコンパクトにしたというので、なかなか細かいところまで気づいて変更してるみたいなイメージですね。なかなかすごいぞ ZWO という感じです。で、実行面ではプラマイ5秒ぐらいにどうもなってるらしいと。まあ、重さ5キロなんでね、でプラマイ5秒のピリオディックモーションであれば、まあ、使い方によってはもうポタ石として使ってもいいんじゃないかというぐらい話になります。まあ、ちょっと重いですけど、まあ、大きさ重さ的にはもうポタ石として使っても全然不思議ではないというレベルかと思います。あと重さが5キロから 5.5 キロに増加してるんですけども、その分も先ほど言ったピリオディックモーションと耐荷重が変わってます。耐荷重はバランスウェイトをつけてない時の耐荷重、バランスウェイトをつけた時の耐荷重は20キロでどうも変わってないんですけども、バランスウェイトをつけてなくて15キロまで行きますよと。まあ、実行面ではモーター自体は回るんでしょうけども、三脚を立てて全体のバランスを考えると15キロものを乗せてブンブン振り回せるかっていうと、ちょっと待てよと、そこを気をつけましょうというのが当然あるんですけども、この辺は、まあ、0.5 キロの重さの分だけしっかり仕事してきてくれてるなという気はします。まあ、なんか忘れてないかと。買ったのはこの赤道儀でございます。ただ先ほど言うように、EM200 の代わりに使うんであれば、耐荷重的にはこれがいくら15キロ持てるってもちょっとバランス不安だよねと、バランスウェイトシャフトがいるんじゃないのというのを、そのお店で、買う時に、
まあその場でちょっと思い出したというか覚えてたんですけども忘れてまして要はバランスウェイトシャフトを買ってありました。はい、これですね、これです。もうこれだけのものが6800円しますのでうーんという気はしますけども、まあこれもアンボックスしておきましょう。まあこれはもう段ボールともう発泡スチロールで、さすがにケースに入っているというわけにはいきませんが、まあステンレスのシャフトですね。まあこれにまあサイズとしてビクセのバランスウェイトが通るものと全く同じですので、まあウェイトそのものはミクセンのバランスウェイトつけるのが手っ取り早いのかなと、安くていいのかなと。で、先端のキャップですね、このシャフトにはついてなくてですね、先端のキャップはこちらに本体についてまして、まあ、これをウェイトを乗せて、キャップを締めて、でここもなんとなく不安があるなというイメージはあるんですけども、実際あの ZWO さんの方ももうここに乗せるウェイトは5キロまでよという制限をつけてます。まあトータルの重量もあるんでしょうけども、ここの接続部なんかも含めてそんなに強度があるんじゃないんじゃないのかなというイメージではあります。あと実際にビクセンのバランスウェイトを乗せてみるとですね、もう下までは下がりません。ここで止まりますと。でこの外したバランスウェイトオプションなんですけども、まあこれももうほぼ必須だろうという形だったみたいですね。なんでそれが言えるかというと、先ほどのケースこれを開けてみますと、実はバランスウェイトシャフトはここに収まるようになんかはみ出してるぞあ、そうか、これは本体につけて運ぶからこれだけでここに入る。でこれは本体につけておくと、ここに収まって入るスペースがちゃんとあると、さすがですねという形です。もうあとはですね、これを本当に、使うのみという形なんですけども、実は三脚を買ってません。三脚じゃあどうすんだという話がありますけども、三脚はですねこちらのアイオプトロンで使ってた、このカーボン三脚、これ天文ガイドさんから買ったやつなんですけど、これを使うつもりでいますが、この AM5 とこの三脚をつなぐためのアダプターが今はない状態です。でそれは今ですねコスモコボさんの方に、注文している状態なんですけども、この AM5、接続がですね、さっき言いましたように専用三脚につけるときはこの下の M6 のネジをですね3箇所そのアダプターにかまして、それでつけると。で真ん中に8分の3のネジがある。でこれを使えば三脚に乗せられますよ、いうことで、まあ、仮にちょっと乗せてみようかなとは思います。セットアップしてみました。セットアップといってもですね、まあ基本的には三脚に乗せだけなんですが、この三脚はですねポータブル赤道儀用の三脚でカーボン三脚なんですけども、2分の1インチのネジが、まあ、その三脚トップについてますんで、そこに赤道儀を、まあ、ちょっと無理やりねじ込んだのであまり推奨される状況ではないとは思います。ただ、これでも小型の望遠鏡であれば十分使えるだろうというような、安心感はあります。まあ、ポータブル赤道儀として使うレベルのものであればもう全然問題ないという形だと思います。じゃあ電源を入れてみましょう。まあ、パチって言いましたけども、電源を入れるとブレーキが外れてトルクで、動かなくなると。で、ハンドコントローラーで動かせるようになるんですけども、これでも動かせるんだと。で基本的にはもうこの状態で、コントローラーで動かせるようになると。まあスティックとボタンが2つあって T って書いてあるのと、あとこうまあリセットのマークがついてる、このリセットするパターンと T がまあトラッキングということで、これを1回押してやるとランプがついて、トラッキング、すなわち、星を追いかける状態になると。で他にもいろいろセッティングはあるらしいんですけど、まあ、そこら辺はマニュアルを見てもらってと。このスティックの部分もこれで、赤緯赤経、東西南北動かせるはずなんですけども、これ実は動いてるはずなんですが音がちょっと変わるんですけども、ほとんど動いてるのが分かんないから、まあこれ2倍3倍ぐらいで、多分もしかしたら8倍ぐらいで動いてるかもしれないですけど、まあほとんど目に見えない。でもっと早く動かしたい時はここにまあファストっていうランプがあるんですけども、これスティックを1回押してやるともうファストモードになるとランプがつくと。見えるかなこれ、
ファストモードになると、まあ、左右が設計ですので、これで動かすとこういう感じですね、反対側でということで、自由自在と、西の空を見るんであればこれで南に向けてやれば、これで見ることができますよと。それなりの音はしますけども、もう非常に静かな音ですので、まあ、ご近所迷惑になるような音ではないと思いますね。で、実行面では、まあ、これで普通に感応するだけであれば、ファインダーで導入するんであればこれでいけるでしょうし、 Bluetooth で、スマホにつないでやって製図ソフトで導入することもできると。まあ、アライメントは必要なんですけども、まあ、おそらくやるときには ASI のカメラと ASI Air と本体赤道儀を使ってこれで連携して、自動導入をしてオートガイドをして撮影するということがかなりスムーズにできるんじゃないかと私は期待してこれを買ってるわけですけどねで、まあ、こういうどっちかを見て、まあ、トラッキングモードになってるんで観察撮影してこの状態でコントローラーだけでゼロポジションに戻せると、このリセットボタンを3秒押しするとゼロポジションに戻ると。戻らないよ。あ3秒ちょっともうちょっと長いこと変えていけないのかな、でこのゼロポジションが、まあ、ここの位置しかできないという話なのが個人的にはちょっと不満なのは、まあ、こういう小さい鏡頭をこういうふうに乗せるときには全然問題ないんですけども、まあ、こちらの FF130 とかの大きい鏡頭を乗せるときはもうこの斜めになってる状態のところに、きっちり合わせないといけないのでかなり力を使うと。これが90度の状態でセッティングできるんであれば、こうですね、ここに、まあ、ありがたのところに引っ掛けて荷重をかけられるので相当楽になるんですけども、まあ、その辺が電源を1回入れて、設計をこういうふうに90度した状態でやるということもできなくはないので、まあ、どう考えるかというところではあるんですけども難しいところはあります。実際に、まあ、Bluetooth で接続してやってスマホだけで動かすこともできますよという形ではあるんですが、このスマホのソフトが実は、まあ、ちょっと使いにくいかなと。製図を示してそれで持っていくとかですね、あるいはサーチして持っていくということはできるんですけども、自由自在にというところまではちょっといかないかなと。土星を持っていきますよと。土星が上がってきたところなので土星に向けますと。で、Go to。まあ、こういう形で非常にスムーズに静かに動くということで、いろいろ使い手がある赤道儀になってるんじゃないかと思います。まあ、これを使ってですね、いろいろやっていきたいと思います。またマウントがですね、マウントアダプターが来ればこれを使ってちょっといろいろやってみたいと思いますので、はい、それではまたお会いしましょう。